日南市は全員協議会で東京地裁より破産手続きが決定した株式会社レナウンの子会社ダーバン宮崎ソーイングについて、協力工場3社が新会社株式会社宮崎ファクトリーを9月8日に設立して操業を開始したと市議会へ報告しました。協力工場は株式会社ファミリーソーイング、有限会社日南ファミリーソーイング、株式会社日南トローザーソーイングで、これまで使っていた工場設備を宮崎ファクトリーが譲り受けて、紳士服などを中心に部分操業を9月23日から開始。日南市はもともと地元にあった3社の協力会社の皆様が今回立ち上がっていただいて、新会社を別に設立をし、旧ダーバンの社員さんをですね、雇用し始めてくれたということは大変ありがたく思っております。50年以上続いたこの技術というものがですね、職人の技というものがこの地に残るということは大変嬉しく思っているところです。宮崎ファクトリーは元従業員40人を再雇用し、協力工場3社を含め従業員は現在約220人。日南市は企業立地優遇制度の適用の準備を進めています。